シェンタン、シュヤンダンとは、中国、香港、台湾、東南アジアで広く作られているアヒルなどの、塩漬け卵。発酵食として、また調味料の代わりとして、中国の家庭料理の食材の一つとなっている。塩水に生卵を浸し、時折かき混ぜながら1ヶ月程度寝かせて作る。多くは茹でて、茹で卵状態にして、かゆなどと共に食べるが、 生殖する場合もある。黄身を満月に見立てて、月平の中に入れることも多い。塩気が強いので、料理の調味料代わりに使われることもある。一般に、アヒルの卵で作った、カンガモ単位が多いが、鶏で作った、カンチータンなど、他の鳥の卵でも作られている。中国では、他に、カントリコジ、カホクショウ、鶏のもの、チータン、 河北省。鶏のもの、カンジロカ、カン,ラン、カンオーラン、シオタンなどの言い方がある。ベトナムでは、ホビムイ、フィリピンでは、イトログナ、マーラト、タイでは、カイケムと呼ばれる。ありがとうございます。